エツヨジャノーラはイタリア出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権の 125cc クラスで活躍したライダーである。1983年ヨーロッパ選手権 125cc クラスでランキング2位を得ると同時にイタリアグランプリでグランプリデビューを果たす。1985年にガレリのマシンを買ってから 速さを発揮し始め、グランプリ初優勝を含む表彰台5回でランキング4位となる。1987年は、翌年からのレギュレーション変更のために 125CC クラスで2気筒エンジンのマシンが走れる最後の年であったが、ジャノーラは単気筒のホンダ RS で参戦し、2気筒税を相手にランキング6位と検討した。 そして 125cc クラスが短期筒マシンに制限された1988年シーズンを通してデルビのホルヘ・マルチネスとデッドヒートを繰り広げ2勝を挙げてマルチネスに次ぐランキング2位を獲得したこの年がジャノーラのベストシーズンである1992年には1988年を上回るシーズン4勝を挙げたが甲不調の波が大きく ランキング4位に終わった。最終的にグランプリでは通算9勝を挙げた。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。